ップのプップップ。皆さんこんばんは。まいです。よしです。なりわしです。チェルプです。さあ1月12日チェルプのプップップ始まりました。始まりました。この番組は休日のひとときあなたのチェルプでプップップと過ごす番組です。はい、今日のテーマは進むということで、このテーマについて伊藤さん一言お願いします。イのように、わ、これなんか言った気がするな。もうすでにイノシシのように進む、そういうことですね。いや、これなんか、まあ、年もね、先週言った気がせん、こんなの。まあまあ、明けまして、いい、うん、何もいいわ。そうそうそう、まあ、イノシシ年ということで、うん、ちょっと今日勢いよく放送できる予感がしますけれども。そうね、そういうことでいいですか。ああ、そういうこと、まさしくそう。勢いありますか。そうやって思った、うん、そういう思い、そういう思いを込めた。ちょっと本当かどうかわからないんですけれども、うん、まあ、いつぶさんがそういうので期待して本編に入っていこうと思います。それでは皆さん今日も最後までよろしくお願いします。ではなかったから見えた景色、いただきの景色。OK、 始まりました。このコーナーはですね、そう、簡単に言うと先月の振り返りをしていくコーナーでございます。そうね、やっぱりね、自分たちだけでステージには立っておりますけれども、そこまでにはね、たくさんの方の力を借りてますし、ライブ中もね、来てくださっている方、そしてお家などで応援してくださっている方を代表してみよう、うん、たちはいただけるステージの上からの景色を見ているということで、やっぱりね、うん、先月あったことをちゃんと振り返って今月に生かして活動 していかなければならないと、うん、なので振り返っていくよというね、コーナーになります。先月2018年12月はですね、うん、まずこれからスタートしましたガイナーレ鳥取の応援最終節でしたね。最終節だ、本当だ本当だ。勝ててよかったですし、うん、まあまあ、ヨナルドがね、まあ、新潟行くこと決まっちゃいましたけれども、そうだね、もう J3 得点王でダイジェスト映像見れるなんていう、そうそう、そうサプライズもありました。本当に、うん、それこそ2019年のシーズンにつながるいい最終節を過ごせたなと思います。 そして、倉敷レッドボックス岡山に移動して、その日はね、アーティスト系イベントに参加いたしました。そうそうそう、で若い子たちもすごくて、バンドさんばっかりのイベントだったんですけども、ね、お客さんもすごく優しく見守ってくださいましたし、チームチェルプすごい集まってくれまして、レア な, なんかアイドルって、あ、こういうライブできるアイドルなんだなっていうの、そうそうそう、チェリップらしさっていうのをみんなその会場のみんなにね、見ていただけたかなと思っております。 そして次の日っていうか次の週でした。次の週、まあ、チェリップ大忘年会を開催いたしました。2018年度の、ね、楽曲チェリップ楽曲大賞は希望シンフォニーに決まったりとか、いろいろとですね、楽しいこの忘年会だからできるおもろなことをしましたし、そうそうそう、次の日9日は前の生誕祭をね、開催いたしました。こちらもすごいたくさんの方にね、集まっていただきまして、そしてチェリップやっぱりね、たくさん曲があるので、まあ、何曲かちょっと削ったりもしましたけれども、うん、ね、ほとんど聴いていただけるこの機会はすごいチェリップ自身も大事にしているので、まあちょっとどんどんね、まだ来たことないよって方は、うん、ぜひ次の定期来ていただけたら嬉しいなという思いでございます。で、次が？あ、さっきの忘年会、大阪忘年会だったのか。いや、違う。さっきの忘年会、大阪忘年会だ。で、前が途中で体調を不良になったんだけれども、最後まで頑張ったという。そうや、そうや。もう、魂のライブですね。ほんまやね。そして、次の16日の忘年会が途中でやった、そのランキング形式の。いや、全く同じ文字で書いてあるけんな。忘年会、そうそう。ついつい間違えましたけれども、忘年会でございました。で、次の週、がすごいバタバタとさせていただきまして、そうそうそう、まず金曜日でしたけれども、カノリンク、うん、元ハニゴのカノリンが主催しているトークイベントに参加しました。この日はまあ、伊藤さんが先週が嘘のように絶好調で、そう、楽しかったですね、トークを飛ばしておりまして、うん、ピンスカさん
と、ね、そのファンであるピカチュウの皆さんに、うん、若干光る。嘘やん嘘やん、そんなんやん。無事にやりきったと。 そして次の日は新潟に移動して、前回行った時全然ゆっくりできなかったということで、そう、ゆっくりね、遊べなかったからね。この日は一日丸々みんなと楽しい時間を過ごしました。そして次の日がチープ定期公演という名のね、うん、まあワンマンライブですね、ソロライブですね、を開催させていただきまして、うん、その後にはチープとなんとコニーさんでツーマンライブで、このねプロデューサーでコニーさんとツーマンライブさせていただきまして、すごいいろいろためになる話をね聞かせていただいたりとか、それこそ今年どういう風にチープやっていこうかみたいなのの基盤となる考えを ね、すごい、ここで作ることが、ね、うん、できました。そして次の日は、すごかったですね。まず新潟から朝大阪に飛行機の関係で出てきて、そこから名古屋に移動してお世話になっている力まさ祭りさんに参加させていただきました。ジーコンさんとね前後させていただいて、筑田先生の楽曲つながりで前後させていただけたのすごい嬉しかったですね、うん、そして大阪にそこからまた移動して、イハピさんとジュフィバカのコラボのアイドルボックスさんに出演させていただきました。こちらはねライブ納めということで、ミオたちもですし、みんなもこう最後いい気持ちで終わろうっていう感じがすごい伝わってきて、ね、うん、前後のアイドルさんね、すごいなんていうの、お客さんもたくさんで盛り上がりすごかったですけど、その中でもチェリップしっかりとチェリップらしくライブできたのではないかなと思います、うん、で間にチェリップはラジオの収録をして仕事納めが、それが仕事納めて、で25日はビタサトさんのコメントメッセージが、そうだ、ね、載ったの で、ね、でもそれがまあチェリップ納め、完全なチェリップ納めだったかなと、ね、2018のね、うん、思います。るでね、新潟飯ね、うん、がやっと食べれたんですけれども、なんかね、うん、やっぱり魚っていうのとか、うん、日本海側っていうのとかで、そうそうそう、ちょっと鳥取と近いものを感じました。少しかぶってるとこあるよね。でもやっぱりお米の美味しさはすごく感じた。そうじゃね。鳥取のお米もすごく美味しいんだけれども、新潟のお米はまたやっぱり有名な、確かに。やっぱりだけあって、おせんべいもだからすごい有名だし、うん、お酒も有名なので、やっぱお米が美味しいからなんだなっていうのを、改めて感じましたね。で、他はまあ、バタバタと移動などがあって忙しかったりとか、うん、あと地元も多かったりとかしたので、まあ、これがおすすめっていう新潟飯とか地方飯っていうのはできなかったんだけど、うん、そうだね、新潟行った時に柿の種ブラックサンダーというのやつ買いまして、 あ、 あれね、美味しかった。しっかりと柿の種の存在感がありつつも、やっぱりチョコレートで甘いから塩と甘いのってやっぱ合う。そうそう、え、合う。あれさ、食べれるよね。一生食べれる味する、うん。だからちょっとまた新潟に行く機会ですとか、皆さんが個人で新潟に行くことがあったらチェックして帰っていただける。空港にあったね、確か。そうそうそう、いいなと思いまする。では、もう前半お時間が来ましたので、曲の方に行きたいと思うんですけれども、さっきね、ジーコンさんの話が出て、筑田先生のね、うんうんうん、話が出たんですけれども、チェリップのいつショータイムを作ってくださったのがね、筑田先生なんですけれども、福岡、九州でアイスターさんっていうね、そうそうそう、男女混合グループを作っていらっしゃいまして、ね、曲も作っていらっしゃったんですけれども、うん、まあ結構急にね、昨年の末に、ね、うん、解散ということで、うん、すごい、まあ、日本たちも好きだったし、シンプルに。そうそうそう、すごいショックだったんだけれども、うん、曲はね、残ると思うし、うチェリップも、うん、チェリップなりにこう進んでいかなければならないなと思いまして、そね、この曲を聴いて、その気持ちを出していきたいなと思っております。それでは、そのアイスターさんの曲を今日1曲目でお届けしたいと思います。今日1曲目、アイスター、回れ、ミラーボール。チェリップのプープープー。オッケー。後半は皆さんからいただいたメッセージを読んでいこうと思います。はい、ラジオネーム、しんごでーす。ありがとうございます。まゆさま、みおちゃん、スタッフのみかん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。去年のチェリップ納めとして、新潟プチツアーと翌日のライブに参加させていただきました。ありがとう。ありがとう。プチツアーは、プチツアー、かわいいな、そうか、プチツアーって名前か。プチツアーは新潟の観光スポットが楽しめたのはもちろん、うん、新潟競馬場でのにぎっこの皆さんとの出会いも良かったです。
個人的には番組終了後のじゃんけん大会に勝利して見事サイン入り景品をゲット。いいな、それな、まさかの勝利で完全に舞い上がっていました。せっかくなら自分よりもネギっこ愛のお強い二人に景品を受け取ってもらう方が絵になったのになと思ったり、いやそれは運だからいいんだよそれで。まあね、そうですよ。翌日のライブも MC で新潟でのライブだけど鳥取でやってるような感覚になると言っていましたが、新潟の皆さんも気合が入っていて熱いライブでした。新潟は友人が住んでいるのですがなかなか行く機会がなく、今回富士ツアーで久しぶりに新潟に来られて友人とも久しぶりに会うことができてよかったです、うん、マジでよかった。新潟観光がまだまだ足りないと聞きましたので、ぜひ第2弾新潟ツアーの開催をよろしくお願いします。それではまた、だってサンキュー。まずは本当にね、新潟まで足を運んでくれて、ね、ありがとう。ツアーにね、ね、ありがとう、すごいね、新潟まだまだ魅力がいっぱいなようで、ほんまそれ。水族館とかもあるみたいだから、めっちゃ行きたいよな。水族館の前としてはかなり行きたいポイントですし、行きたかった、ほんと、うん、さっきも言ったけど、なんか美味しいものが、そうそうそう、なんかちゃんとがっつりみんなで食べられたっていうわけじゃなかったから、うん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 、そのツアーは、まあ、集合してちょっと食べ、みんな自由に食べてみたいな感じだったけど、今度はご飯もみんなでこう美味しく食べるね、ツアーができた、ね、ちゃんと店調べてな。そうそうそう、いやー行きたい、もう一回行きたい。 でも寒くなくてよかったよね、あんまりね、そんなにそんなに。それこそコニーさんとトークショーでも言ってたんだけど、うんうん、いやもう雪がガンガンに降ってるものだと思ったよね、思ってて、ね、すごい防備していったんだけど全然だったよ、ね、意外とカラッと晴れてて、そうそうそう、まあすごい天候が悪くて、なんていうの、遠足がちょっと予定通り回れないとか、うんうんうん、そういうのもなくてよかったんだけど、ね、よかったよ、本当に楽しかった、ほんま。だからなんかすごいいい感じで、そう、全てがちょうどよかったね。ちょうど良い感じだった、そうそうそう、マジ、うん、回ることができました、うんうんうん、そしてですね、ライブもそうなんだけれども、うん、ミオンたちの中ですやっぱりその景品がね、サイン入りのコロコロフリーナーがね、それやっぱり羨ましくて、ね、んまそれ、うん、仕方ないですよ、仕方ない。でも本当にあれは、うん、あの場でもし譲り合いとかが起きていたら、うん、他のファンの皆さんも目をキラッと輝かせて、譲り合いはね、譲り合いはいけないよ、そうそうそう、あのネギっ子さんに失礼だよ、狙われちゃうから、うん、そう、うん、じゃあ私にって、俺も俺もってなっちゃうからね、ほんと、そうそう、殺されそう、そこで慎吾君を中心としたじゃんけんいや謎、いや謎だなーって、流れるものになってしまうから、うんうん、ほんとほんと、それはなんかちょっとやっぱりもらった人がね、もらうべき人に楽しみなさいよ、うん、そうそう、コロコロしてくだされ、そうそうそう、めっちゃ可愛かったんだよな、でも馬の顔をした ね、なんかコロコロクリーナーで、うん、これは普通に欲しいなとも思ったんだけれども、そうだね、なんかどっかで買えるのかしら、そういう情報も、まあ、きっと買えるんやろうね、競馬好きの方がね、うん、チームチリップには何も、まあ、サインがあるかないかの問題や、うん、そうそうそう、よろしければその辺の情報もお待ちしております。メッセージありがとう、 Thank you。 そしてお久しぶりです、ペッパーです、ありがとう、ペッパー、 Thank you。 1月1日、2日、4日、6日のガラズクレートボックスでの放送を聞きました。行きたかったけどお二人に会いたいよ、話したいよ、だって、ありがとう、まあ、タイミングがあるからね、なかなか難しいかもしれないんだけれども、ね、いつでもちょっと空いたというか気にせずに来てもらって、ね、チリップは全然大丈夫だから、うん、そうそうそう、なんかよかったら、それこそ最近行ってないなとか思っている人とかいたら、うん、そうだね、ガンガン気にせずに来てほしいですし、会いたいよ、話したいよとか言うんだ、ペッパー、可愛いな、可愛いな、いいね、来たこまだ行ったこともないよって方とかも、うん、まあ、チリップこのねラジオの感じと全く変わらない感じで、うん、アイドルですが話をしておりますので、うん、気軽な感じで、ほんとほんと、ほんとになんか多分しんどくないと思う、いい意味で、キャピキャピもしてないし、うん、でなんか気を使うこともないだろうし、この2人なんか逆に何気を使うの、ほんと来やすいと思うし、ライブ自体も割とね、多分ね、きっとね、そうそう、一応ジャンルはアイドルっていうジャンルでやっているだけで、うん、もうや気持ちとしてはいい曲を届けれたらもうジャンルなんて関係ねえっていう感じで、ね、本当に全然気にせずに、うん、しかもアイドルっぽいことも全然してないし ね、 ね、もちろんやることもあるけれども、うん、もうパーセンテージとしては低いと思うので、うん、そうだね、そう、その通り、気にせずに気軽に遊びに来ていただけたらなと思っております、うん、またね、ペッパー君、ありがとうね、今年中に1回は会えるといいな、始まったばっかりだから、さすがに来てや、さすがに1回は来てや
よろぴくね。よろぴく、ありがとう。ありがとう。ではここでメッセージの宛先をまやさんからお伝えしてください。メールは 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 です。お願いします。お願いします。そしてこのチェリップのプププはですね、ツイッターのハッシュタグとも連動しております。そうでんな。ハッシュタグチェリップのプププ番組名そのまんまで、うん、ハッシュタグつけていただいてつぶやくと、今リアルタイムで、うん、このチェリップのプププを聞いている皆さんと一緒に、ね、楽しむことができますので、そうこれはちょっとぜひ活用していただければと思います ね一緒にね。どんな人が聞いてるのかなっていうのも分かるし、そうやっぱりそれでこうなんかお友達になったりとか、ね、そうあれなんか友達になった気になっちゃうよな勝手に。そうわかるわ。あると思うのですよな、うん、ぜひぜひ活用していただければなと思います。うん、いますでミヨンのね、その、うん、いつも毎日10時くらいになったら夜、うん、チェルブのポップクについて宣伝するモッド、うんうんうん、自動ツイート作ってたのに、なんか、うん、その気づいたらないなと思ったら、そのボット、うん、自動ツイートサイト自体がなんかなくなってたみたいで。え、そんなんあるの？そうそう、閉鎖してたみたいで。え、そんなんの？やらなければなと思うんですけれども。え、ツイッターじゃないのあれって？違う他のまあサイトで、そうそう、登録連携させてやるって感じなんだけれども、それはね、なんかいい感じのその固定っていうか時報ツイートみたいなののサイトがあったら、うん、なんかそれもちょっとおすすめしてほしいな。詳しい人めっちゃいそう。ミヨンがさ9時59分にあのアラームかけて、まあその1分だけやるから、それしかない、うん、やばめんどくさい。めっちゃ長くじゃん。めっちゃめんどくさい。確かにね、せっかくの文明がいろいろと、うん、そうまく使おう、うまく使おう、進んでるのに、うん、ミヨンだけ戻るみたいな感じ、ま、せっかくやっとったのに。いや10時とかだったらまだ物販とかしてることめっちゃ結構ありますから、うん、夜面白いテレビ始まったばっかりだけん10時とか、うん、ドラマとかの時間帯、そうそうそう、まあ見はあんま見ないからまあできるかもしれない、まあね、平日、ね、うん、平日土曜日にできないとあんまり意味ないかなと思うから、う、ね、確かにね、うん、ちゃんと探してみましょう。ちょっとお勧めしていただいたら、うん、それで登録いたしますので情報をお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは今日のね2曲目に行こうと思います。昨年のねレコード大賞を乃木坂46さんが、うん、そうだね、見まして、すごいね。で改めてこう乃木坂さんの曲とかいろいろ聞いてたんですけれども、うん、やっぱね最近の曲ももちろんいいんだけど、結構昔の曲、初期の頃の曲とかも結構好きな曲が多くて、うん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 、なんかこの曲の PV とか特になんかバイオレンス、なんか戦う系映画みたいな感じの、うん、え、そんな感じだったんの？そうそう、へぇ、してあって可愛い女の子たちが制服で機関銃バンバン振り回すみたいな感じの、うんうん、なんか世界観もなんか結構好きだったりとかして、これはミオンが今まであまり発信してこなかったけれどもお気に入りの一曲なので、okay. ここで流させていただこうと思います。それでは今日の2曲目乃木坂46バレッタ、ゴー。ではチェリップのライブの告知もしていきますよ。明日は九州におります。そうじゃ、ね、福岡です。ドリームボリューム7初夢スペシャルと、そしてミルクセーキさんとインスタライブ2カ所もあります。そして14日月曜日成人の日も九州におります。福岡小倉ですね、あるあるシティです。久しぶりに行けて嬉しいです。ね、なかなかね九州は行ける、頻繁に行けるっていうわけではないので、なかなかね、この機会に、うん、そうそう、皆さん集まっていただけると、テレビ見ていただけると、ね、ありがたいなと思います。そして来週は、うん、東京遠征に行っております。19日土曜日の話を先にしておくと、うん、まずサワソンに出演させていただきますし、ね、さらに K&M ミュージック新宿店さんで、うん、司会ライブに参加させていただく。何があるか分かりませんな。本当だね。本当に分からん。私たちも分からずドキドキですので、うん、ぜひ皆さんも楽しみに会場まで足を運んでいただければと思います。チェリップの詳しい情報はどうやったら分かりますか？チェリップと検索してください。どうぞよろしくお願いします。ライブの予定もね、もりもりですので、うん、今年もどうぞ、それこそイノシシのように進んでいきたいと思いますよ。皆さんも一緒にイノシシになって、ついてきてください、一緒に進んでいきましょう。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、せーの、おやすみなさい。バイです。ミオンです。取り合わせてチェリップでした。バイバーイ。